から二合併号表紙。戦艦、伊勢の水平三から四合併号表紙。九十七式重爆撃機と、将校空中勤務者、フロントは、第二次世界大戦中の1942年から1945年にかけて、十冊が出版された大日本帝国の対外宣言グラフ雑誌。発行、出版元は、東方社。雑誌名、フロントは、戦線の位。 1939年、ソビート連邦の対外宣伝誌、CCCP に刺激された帝国陸軍の参謀本部第二部第五課から岡田総三に対し、ソ連邦建設を参考とした日本の対外宣伝グラフ誌観光計画が打診された。研究を経て1941年、岡田総三を理事長とし、参謀本部第二部第八課及び、 内閣情報部の強力な後ろ盾によって投稿者が設立され翌年にフロントが出版された。フロントは友好国、占領地域、中立国、敵対国といった日本国外の地域や民族に対して日本の国威、軍事力、思想等を誇示する狙いから号によるが最大15カ国語で翻訳され陸海軍と政府の全面協力及び その豊富な資金力により極めて上質な体裁で刊行された。レイアウト、紙質、印刷など、グラフ紙としてのクオリティも極めて高く、また、プロパガンダ目的のため一部の掲載写真作品には、フォトモンタージュなどの合成写真技法によって、兵器の数を実際よりも増やしたり、機密理由のためエアブラシでの修正なども行われていた。ありがとうございます。